ビュルテンベルク西部線はドイツのバーデンビュルテンベルク州ビーティヒハイムビッシンゲンとブルフザールを結ぶ1853年に開通した鉄道路線である。この路線はビュルテンベルク王国とバーデン大公国を最初に連結した。過去にドイツ国内と国際列車の重要な運行経路だったこの路線は高速線の完成以来その役割を果たさず、 今頃は地域列車や貨物列車の主要経路として利用されている。西武線は b t h i m v i s s i n ゲ m 駅から左の曲線で分岐し、列車はエンツ川上の2列アーチ型鉄道橋を通過する。その後列車は高速線に合流する前にメテル川の上側の間斜面に走行する。この路線は高速線の建設のため生成された。 バイパストンネルを通じて高速線と交流し、ファイヒンゲン駅に至る。列車は高速線から離れて、イリンゲンに至る前に既存線路で走行する。ミュルアッカー駅では、カールスルーエ方面の線路が分岐して、西部線は西北側に曲がり、マウルブロンとブレッテンに向かう。ブレッテン駅で、暗い日がう線がこの路線と交差する。西部線はザール渓流を襲って、 ブルッフザールに至る。列車はブルッフザールことをトンネルを含むループで迂回する。トンネル町駅から2つのトンネルが分岐して、それぞれの線路は交差せずにライン谷鉄道へ合流する。それで、ブルックザール駅では、西側の貨物駅と東側の旅客駅が分離されている。西部線の候補経路1835年頃、ビュルテンベルク王国は国有鉄道網の計画を、 建てたが最初から外国への鉄道網連結を考慮した。西部線はビュルテンベルクにとってライン側方面の交通需要にあたり、ビュルテンベルク西側の国家とフランスからバイエルニア南西ヨーロッパまでの乗り換え運送を担当するべしだった。1840年からラインタニ鉄道がバーデンで建設され、ビュルテンベルクはその路線と連結する線路を望んでいた。 バーデンの立場では、ボーデン湖地域とスイス方面交通の競争という恐れがあったが、一方、東西連結線の交通を分担できるのも望ましいことだった。西部線の経路に関する三つの路線案が、北から南まで次のようにあった。ハイルブロンビースロッホルドビックスブルクブルフ,フザール、ビュルテンベルクの中心地ドゥアラフ派第一案は、ビュルツブルグ側には利得だが、 カールスルーエ方面の通行には不利だったので、バーデン対抗国から断られた。第2案は、ビュルツブルグが、第3案はバーデンが擁護した。バーデンの考えは、産業の用地のプフォルツハイムを鉄道で結び、運送経路をラインタニ鉄道にできれば、長くすることだった。第3案の点では、ツーヘンハウゼン、リチンゲン、フリオルツハイムを結ぶ経路が可能だったが、バーデンはそれを考慮しなかった。 次の調査は、プフォルツハイム・ミュールアッカー区間に集中的に行われた。両国は委員会を構成して、プフォルツハイムの路線案が論議されたが、バーデンに有利で、ビュルテンベルクに不利だという結果が出た。1843年制定された、ビュルテンベルク鉄道法も西部線を、バーデンの鉄道網と連結することのみを規定した。 1844年プホルツハイム路線に技術的な優先権が両国委員会によって与えられた。バーデンはビュルテンベルクに1 6 0 0ト、mm、ルの機関で建設することを義務化しようとしたけれどビュルテンベルクは標準機の建設を希望した。1850年の追加交渉の時にビュルテンベルクはシュトガルト・ハイルブロン区間、東部線、 南部線の開通で優位に立った。一方、バーデンの財政状態は1848年3月革命の影響などで厳しくなった。1850年12月4日西部線建設に関する条約が締結された。西部線はカール・エッツェルの指揮下2 4 3 5ト、mm、ルの標準機で建設された。 イの技術的の難点は、深く流るエンツ川を植え切る構造物だった。ビグノルスは、ジェンロをタムから分岐させ、微信元製材所へ長い鉄道橋を建設することを提案した。エッツェルは、ビーティッヒハイムからの分岐線で、エンツ川の鉄道橋が短くて、橋の高さがより低くなるため、その分岐点を活用した。一方、バーデン大公国でブルフフザールブレッテン区間の、 経路は確定された。ハイデルスハイムでは湿気あるオードが不安定だったため、オードに含まれた水をザール経流に流す手でその問題は解決された。ブルフフザールの場合、駅前旧市街地の迂回路で霊園下を貫通するトンネルが建設された。1853年10月1日西部線の運営は始まって同年9月20日から、 列車運行がすでに行われた。1850年締結された条約によって、路線中バーデン対抗国区間も、ビュルテンベルク王立鉄道によって運営された。1863年、カールスルーエ・ミュールアッカー区間の開通でこの路線は、カールスルーエ・シュトゥットガルト区間の遠距離列車の通行に重要な意味をとった。1873年バーデンは、 自国領土内の区間を買い戻す権限を確定して、それが、クライヒガウ鉄道が、ブレッテン駅で、西武線と接続する目的と関連することだった。八百七十年代以末、ブレッテン駅は、クライヒガウ鉄道の建設のため、西南部の外角に移転された。八百七十九年十月十五日に、バーデン国鉄は、ブルッフザールブレッテン区間の施設と運営権を、 引き取った1859年と1862年の間にビーチクハイムミュールアッカー区間に伏線化が行われ、1888年にブルッフザールブレッテン区間、1890年にミュールアッカーブレッテン区間に伏線化が完了した。ブルッフザール駅の接続と関して、1898年12月、旅客用トンネルの観光とともに、 西武線はより大きい曲線で移設された。1903年から1906年まで貨物、列車用迂回路工事が行われてトンネルとライン谷鉄道の分岐点が追加に建設された。第一次世界大戦の勃発前には西武ドイツやオランダからバイエルンやオーストリアまで長距離列車がこの路線を経由した。1920年4月1日西武線は ドイツ国営鉄道に属することになって、シュトゥットガルト及びカールスルーへ地域管理局の管轄下にあった。国境の廃止は貨物輸送に有利に作用して輸送量は増加した。第二次世界大戦中には西部線はザールの石炭の南部、ドイツ及びオーストリアへの輸送に重要な役割を果たした。1944年秋まで、 鉄道施設は戦争の被害を受けなかったが、その後、爆弾や低空飛行爆撃が激しくなって、数え多い死亡者、重傷者及び施設破壊が発生した。戦争が終わるまで、西部線の列車運行は何度も統制された。第二次世界大戦の終戦後、アメリカ占領軍は、西部線の復旧に関心を持って、急いで再建を着手した。 ブルフフザールの整理作業とビーティヒハイムの臨時鉄道橋で1945年6月から列車運行ができて、1949年エンツ、川の鉄道橋が完全に改修された。1951年10月ミュールアッカー、ビーティヒハイム区間が、1954年5月、ミュールアッカーブルフフザール区間が電化され、変電所はミュールアッカーでその上設置された。 マウルブロンでは線路が1953年に割り切りの形で移設されて既存ののトンネルから離れた。マウルブロン西駅はくさび型駅になった。1971年インターシティ交通網が導入されて旅客用列車はハイデルベルクシュトットガルト区間に2時間間隔で運行された。 1979年インターシティ列車の運行間隔は1時間になって普通列車がたまに停車した駅はいくつか廃止された。1960年末連邦鉄道は交通量分散の目的でマンハイム・シュトットガルト区間の高速線を計画した。建設工事は1991年まで行われて西部線と高速線はファイヒン面ンで接続するはずだった。 一節区間の距離は約 7km で、その経路は南側に曲がる経路とバイパストンネルを通じる。新線は1990年9月に開通して、イリンゲンファイヒンゲン区間は同時に廃止された。新線開通以前にブルクサール・ビーティックハイム区間で走行した長距離列車は高速線の上に走行するため、西部線はほとんど普通列車と貨物列車の運行するとなり、 重要性は減少した。カールスルーへの路面電車を担当するアルブタール交通会社は路線網を西武線に拡張することを計画した。1994年5月 SQ 系統の運行がブルクサールブレッテン区間で始まって SQ 路面電車は1999年5月30日からミュールワッカーまで規則的に運行されていた。同じ日に S5 系統もミュールアッカー、ビーチクハイムビシンゲン区間に延伸され、同じ区間に快速列車の1時間運行間隔も確立された。一部の貨物列車は高速線を経由して、そのためブルッフザールの貨物用曲線区間は単線化された。2002年ファイヒンゲン市内線が廃止され、貨物列車は急線のファイヒンゲン北駅ゼルスハイム区間に2003年8月から、 もはや運行されなかった。2008年5月から6ヶ月間大規模な改修工事はブルフザール・ミュールアッカー区間で行われ、この区間は完全に封鎖された。ビーティヒハイム・ビッシング・エン・フェイヒンゲン区間はシュトットガルト運輸連合の領域に、イリン・ゲン・クライン・フィラース区間はエンツ・クライス軍の区間でプフォルツハイム・エンツ・クライス運輸連合に属する。ブレッテン類と・ルイト ブルクサール区間は、カールスルーエ軍に属して、カールスルーエ運ンユ連合の適用範囲にある。カールスルーエース5継投電車は2019年6月まで、ミュールアッカー、ビーティヒハイムビッシュ進言区間で運行された。VVS の路線網と、料金区域図表、VVS の資料 VIP の料金区域図表、VIP の資料 KVV の鉄道路線網、KVV の資料、ありがとうございます。